ゼロ、赤い蝶、前回の続きからプレイしていきましょう。朽木っていうのがあれだよね、ここだよね。ってことは、今、向いてる方の後ろから、こっからずーっと歩いてって、ここだね。もうクリアだな。よし。姉ちゃん行くぞ。後ろ、え？姉ちゃん行くぞっつった瞬間にさ、なんか、同じ声でさ、姉ちゃん行くぞって言われたのかと思って。え、なんかめっちゃいない人数。怖っ。早く行こう。とは言ったものの、封印解くやつ、1個しか持ってないんだけど大丈夫？ 4 倍になったりしない？急に。とりあえずこっち行ったらいいのかな？ごめんね。でも尺とかもあるからさ、ごめんな。とりあえずこれか。ん？大きな木の根元に穴が開いている。奥は空洞になっているようだ。ここは朽木だろうか。何かの気配が入り口を塞いでいる。気配？これか。このいつもの顔のやつか。写真どっか別の場所が映り込んだ。祭壇のようだ。神社か。ぽいな。ごめん姉ちゃん、行くぞ。階段登るけど大丈夫か？ごめんな。でもそんなにあれでしょう。別にゆっくり来ていいからね。さきさき、どうせ戻るし。めっちゃ、めっちゃ速くなかったさっき。大丈夫か姉ちゃん。ごめんごめんごめん。ごめんけど、ごめんけど。早く脱出しないとね。それは姉ちゃんのため。境内に立つ男。境内に立つ男。こっから建物に入ることができそうだ。はい、入りますよ。祭壇ってここじゃないかな。やっぱここだ。やっぱもやっとしてる。よし、これで封印解けたんじゃない。写真に何かが映り込んだ。柵をくぐる双子が映り込んでいる。よし、これで帰れるな。帰れるのか。ここなんかなかった？なかったっていうかあったら取ってるか。何もなさそうだね。よし、行こう。封印解けて、多分さっきのとこ戻れば、戻れば結構引っかかるな。姉ちゃん大丈夫か。出ますよ。行くよ姉ちゃん。別にゆっくりで大丈夫だからね。襲われたら走って戻るから俺が。よしよし、早く朽木に急ごう。よし、大丈夫か。ゆっくりでいいからね。行こう行こう。大丈夫か姉ちゃん。な、お前。ふ、なに？早っ。ちょっと待って、待って、待って、めっちゃ早かった。待って。早いっていうか、どこにいる？いた。隠れて卑怯なやつだろ。やばい、早い。チャンスが難しいな。よし、これで遅くして、ちょっ、ほい、ちょっ
強いのにしようか。さすがにちょっときつい。ちょっと待って。はい、アイテム61にしよう。ほい、よし。来いよ。結構のんびり来るな。こっちか。ん？いた。飛ばしてきてる。おお、なんか顔が普通に顔があった。ちょっと待って。回復。なんかファンネルみたいなやつ苦手なんだよね俺。ん？どこ行った？いる？これ。後ろだ。よし。ゆっくりになってもらって。でもな、これやったら、そんなに。あと攻撃してくるだけだったら別にいらないんだけどな。ゆっくりになるやつ。ほら、攻撃してこい。ほら、攻撃。ほら。攻撃してこないな。儀式ばっかりしか頭にないんだから、もう。儀式バカが。まあでも、他の村の人を守るためなんだよね。そう考えると、辛いところもあるけどね。だからそれとこれとは別だ。はい。ん？どっか行っちゃった。どこだ？こっちか。ほい。だいぶあれだな。ゼロでもいけるか？ゼロ使おう。さて、どっから来る？こっちか。よし。あ、外した？よし。強っ。ゼロのあれ強いな。どんどん強化していきたいけどね。ポイントがあるのかな。霊石がもうないっちゃない。ないんだけど、っと。あれ、あ、そうか。今使えねえんだ。そうだね、3たまらないと0は使えないんだった。完全にカチッて音がしたもんね。こっちか。来い来い来い。ほい。終わり。これで終わりだからフィルムを14も減ってきたな。07にしよっか。でカメラ強化いける？あ、いけそうだね。だいぶポイントあるな。機能強化。ゼロ。オッケー。こんなところかな。よし。倒したな。何もくれないのか。口キーいける？姉ちゃん行くよ。大丈夫？ごめんね、時間かかっちゃって。入れるかい？大きな、古木の根元が、祠になっている。中は空洞になっているようだ。奥か。奥は空洞になっているようだ。大丈夫か？休んでどうこうなるやつだったら別にいいんだけど。どうしよう。これは同じような石板を入れる穴が周囲に4箇所開いている。
ああ、一個は持ってるけどな。八角菱の鍵。どこの鍵だ、これ。ん？何？これか？これを取ればいいのか？ああ。部品、まあ、それが必要だっていうのはね、重々、違う。重々承知しとるんですよ。でもどこに取りに行けばいいのかな。お墓、あ、なんか落ちてる。民族学者の手記12 この村の儀式には双子が深く関わっている。近年双子の順番について、先に生まれた方を兄姉とするという、太政府布告が出された。え、昔ってそういうのなかったの？気が向いたらこっちを兄にしますとか、そんな感じだったの？地方ごとに違う双子の兄弟の順は、この日を境に先に生まれた方が兄姉になることが定められた。え、だって先に生まれた方が兄でしょ、そら。って思うんだけど。ダメなの？もともと違ったの？この村の儀式に関わることであると思われたため、最初に聞いたところ、しきたりはしきたりだと一生に、伏されてしまった。この村では古いしきたり通り、後に生まれた方が兄姉で儀式は執り行われる。あー、じゃあ、あれなんだ、姉ちゃんが妹ってことか、この姉妹で言うところの。ん？なんか写真撮れるんだけど。え、なんで倒れてなんでてか、めっちゃ撮れるんだけど。え、何が映り、これ蔵か。蔵のような建物の前で女性が泣いている。これが姉ちゃんがなんかこうなっている。なんて、何の一番奥って。双子の家をつなぐ橋。壁の中に隠された部屋。めっちゃヒント喋ってくれんじゃん。お、ちょ、行ってくるわ、じゃあ。ここか？あれ？どこだ？え、ここでしょ？ここから外出ます。え？いや、倒れてるとはいえな。何もできないとはいえ、置いてっていいのかな、姉ちゃん。これ、ここ行くしかないよね。ここっていうか、ここか。じゃあもうだいぶ戻んなきゃいけないんだけど。蔵の前か。どうして、姉ちゃんだけがこんなに色濃く、影響を受けてるんだろうね。霊感というか、なんかそういう差とかあんのかな。でもなぁ、でもまあ昔で言うところの妹の方が受けるっていうのは、やっぱあれか、霊と儀式と関係があるってことか。ちょっとセーブしとこう。セーブをしよう。死なないとは思うけどね。そんなにめちゃくちゃ時間かかるわけでもないし、やっとこう。よし、戻る。この先だよね。蔵か。あの鍵って蔵の鍵なのかな。なんか拾ったやつね。え、ってことはやっと出してやれんの？ん？何？どっち？もう一度会いたい。私たちのせいで。全然取れなかったけど。いつきが、まあこの、さっき足見えたな。全然間に合わなかったけど。
走ってるもの走ってるもの、よし、ここだよね。扉を開けた。死んでたのか。床に何か落ちている。霊式、なんか光ってんな。これ開く、これ開くな。よし、でなんか物落ちてるね。先そっち片付けて。赤い紐の日記4。ムツキは僕を許してくれるだろうか。彼を蝶にしてあげられなかった。彼と一つになれなかった。僕にはできなかった。僕は許してもらえるのだろうか。殺すことを蝶にするって表現するの？そういうことだよね。これ何を取ればいいんだ？どこだ？これか。もやっとしてんな。ん？あれ？村全体の地図。こんなところに置いてんの？こんなところに置いてんのか。ここなんかないか。赤い紐の日記3。宗像が村に来ていると聞いた。僕が送った八重と紗英を頼むという手紙を見て来てしまったのだろうか。まれびとを村に招き入れるということは、おそらく彼らをちぎりとして陰祭を行うつもりなのだろう。あ、影祭りだっけ。彼を巻き込むわけにはいかない。早く村を出るように伝えなければ。だいぶ巻き込んでるよね、いろいろね。風車のからくりを動かす他の3つの鍵は、やはり、桐生、相坂、なんだっけ、土原家だっけに隠されているようだ。儀式を終えた僕は逃げるとは誰も思っていないようだ。これならすぐに手に入れることができるだろう。八重と紗英を逃がすことが僕の最後の役目なのかもしれない。逃がしきれなかったんだよね。じゃあラジオ聞くか。ホタルイシも、あ。双子の家を繋ぐ橋。人形。株の中の。これが風車の場所のヒントってことかな。ホタル氏聞いてみよう。水晶原石、ここにあったとこだね。もうなんか全員がさ、いろんなものを気にしてさ、
生きてるのがすごく辛いんだけど、確かにさ、そのホラーゲームでなんか幸せな感じの流れになるっていうのはなかなかないことだと思うし、なかなかっていうかほぼほぼないと思うんだけど、これえ、この上はいけないの？いけないのか。報われない、報われない終わり方をしそうだな。前作もそうだったからね。なんか一説によるとなんかトゥルーエンドがあるみたいな話を聞いたけどね。ここで一旦切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。